もう間もなく京王線に新しい駅が登場します。3月18日京王線に幕張豊砂駅が開業いたします。路線図見ていただくと分かる通り、実はですね、もうすでに幕張豊砂という文字がございます。今回は開業少し前の幕張豊砂駅を見ていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、ということでちょっと一橋早くですね、幕張豊砂駅に来てみました。目の前にはイオンモール幕張新都心でしたっけ、ちょっと店名違ってたらごめんなさいなんですけどもございます。この幕張豊砂駅から、直結徒歩1分でイオンモールに行けると、これが一番の売りということです。で、まあもちろん改札は入れないんですけれども、駅前のロータリーとかですね、ちょっと行ってみたかったんですが、残念ながらまだちょっと工事を行っている状況でして、列車先ほどから通過の際警笛は何度か鳴らしてくれたりしてるんですけれども、残念ながら工事関係者以外は駅前には立ち入ることができないと、そういう、状況になっております。なので一番近くてここから望遠でちょっと見させていただくっていう感じになりますが、まあ、さっきこの駅通過してったんですけれども、駅前にはロータリーがありますね。おそらくバス停もできることと思います。そして、まあ、気になるのが今無料バスがイオンモールと海浜幕張駅とかの間ですね走ってるんですけど、多分この駅ができると一部のバスっていうのはなくなるんじゃないかなと思います。駅にはしっかりと幕張豊砂駅という表示がされておりまして、すでに電光掲示板も設置がされております。
しかし幕張豊砂という駅名標はここからは確認することができないという状況になります。本日3月14日、撮影日が3月14日ですので、開業まではあと4日という状況になりました。この幕張豊砂駅ですね、駅のすぐ横は京王線の車両センターになっております。新習志野と海浜幕張駅の間に設置された新駅です。ちょっと不思議な構造になっていまして、最近の駅というのは上り下りの島式ホームですね。中央にホームがあって、左右に上り線、下り線、列車が到着するというパターンの駅が多いんですけど、この幕張豊砂駅、上り線と下り線が少し離れた位置にある関係で、下り専用ホーム、上り専用ホームという作りになっております。残念ながらホームの細かい様子はですね、ここから望遠でもしっかりとは見ることはできませんでした。ということで、あと4日に迫った幕張豊砂駅、非常に楽しみです。3月18日にはイベントも開催されるということです。今立ち入れる場所ギリギリまで近づいています。画面中央には幕張豊砂の文字があるのが分かりますでしょうか。なんとなく駅名標らしきものが見えています。そしてその先には電光掲示板が設置されていますが、電光掲示板ですね、他の駅と違って上の部分がなぜか白くなっています。白に、京王線のラインカラーであるピンク色のラインがついて、京王線なんとか方面、そしてその先にはエレベーターとかが設置されていると、そんな感じの状況です。いらっしゃいまして、ありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again。 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。